なお、これから行う靴沢議員への質疑について念のため申し上げます。各委員から靴沢議員に質疑ができますが、靴沢議員から質疑をすることはできません。それでは、質疑のある方は挙手願います。それでは靴沢議員に質問をしたいと思います。6月23日の、一般質問もありました。それから7月の14日、これは本会議討論、それから7月23日は懲罰特別委員会での一審上の弁明もありました。ちょっと時系列でちょっと質問していきたいと思います。6月23日の一般質問においてですね、共産党がもし権力を握ったらあなたから全てを奪い、あなたを奴隷に落とす、逆らえば殺されると、こう、発言しておりますけれども、何を根拠にそういう発言をされていますか。はい、靴沢議員。質問にお答えする前に、広島議会委員会場で大臣部長、事故もしくはこれらのものの従事する業務の直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないとありますけれども、事故もしくは従事する業務の直接の利害関係、義務議員は議員っていう業務の直接の利害関係にあるのに、事務局のその判断はおかしいんじゃないでしょうか。はい、委員長、今のね、先ほど、総務課長から明快に答えていただきました。今の勝田議員の発言は質問に相当するんですよ。これはちょっとね、問題ですので、これに答える必要ないと思います。勝田議員、先ほど私からもお話ししたように、勝田議員から質問をすることができないということでございますので、当然を踏まえてご発言をお願いいたします。はい、先ほど私の質問に。何を根拠にと言われたんですけれども、過去に共産党さんはそういう事件を大きなところで2件ほど起こしておりまして、1952年、横川元代議士襲撃事件、共産党員13名が横川重次自宅を襲撃し、本人に世直し状なる脅迫状を突きつけ、体中を切りつけ重傷を負わせた。犯人の供述によると、横川は広大な山林を所有している地主であり、人民の敵であるから殺して金を奪い、その金は日本共産党の活動資金にする予定であった。そういう事件を起こしております。1952年あけぼの事件、共産党山村工作隊、多分これリーダーの山村という方なんですね。山林を村人に平等に分け与えるため全てよこせという彼らの理不尽な要求を拒否した地主の自宅に強盗に押し入った事件、死者こそ出なかったものの、家族全員血だらけになりまして、ボコボコにされまして、そういう事件を起こしております。あとですね、共産党さんは政府公認の暴力革命を放棄していない団体という認定されてますけれども、つい最近暴力革命を成功させた国がありますよね。アフガニスタン、タリバンという組織が暴力で国を奪いましたけれども、人らは今何をやっているかというと、逆らう者を殺して回っております。私のツイッターの、フォローしている方には海外から情報を仕入れている方多くてですね、例えば街中を車で兵士が巡回して、被り物をかぶってない女性をですね射殺して回ったり、アラーをたたえる歌以外は認めないと言ってですね、歌手を射殺したり、そういう映像が毎日わんさか流れてまいります。暴力革命を成功させたならば、このあけぼの事件、横川代議士銃撃事件のようにですね、富を平等に分配するためには一度収奪しないといけないわけですから、手元に全部集めないといけないわけですから、こういうことがまた起きると。共産党さんが暴力革命を成功させたならば、これと同じようになる。タリバンのように振る舞う。それが根拠であります。以上。はい、義務委員。じゃあ2つ目に、共産党は危険だ、滅ぼすべきだという私のことも取り残さないでほしいものであります。共産党さんもいいですよ。靴沢は危険だ、滅ぼすべきだと思ったら何か言ったり何か、やってくれても全然構いません。こういうふうに、述べているんですね。危険だ、滅ぼすべきだって、これはどういうことですか。はい、津田議員。イギリス、アメリカ、ドイツなどでは共産主義が禁止されております。これは危険だと思われて滅ぼされた例であります。日本もですね、世界を見習いというんであれば、共産主義を早めに禁止した方がよろしいかと思います。イギリス人の議員がですね、来日した時に、日本共産党の議員を見てですね、生きている共産主義者を初めて見たと、こんなことを言っていたそうであります。それとですね、私に何を言っても何をやってもいいですよ、相互主義だから。そしたら共産党さんは、私をこのように懲罰委員会にかけてるじゃないですか。まあいいんですよ、それこそ相互主義ですから。ですけどね、私は共産党さんには仕返ししていいと言いましたけれども、何にも発言してないですね、立憲さんがその動議に一丁込みしていくんだと、どういうことなのか、ちょっと不思議に思っております。そこは立憲さんは靴沢を敵に回しても大したことないんだと、バカにしてんだと今ではそう思っております。はい、義務委員。それから、我が国においても一日も早く、共産主義を非合法化していただきたいなと、私は強く強く希望しておりますと。これは今でもこのように思っているんです。はい、先ほどもお答えしましたけれども、世界を見習って共産主義を非合法化してですね、何も滅ぼせと思っていることはですね、物理的になくしてしまえということではなくて、非合法化してですね、活動を停止させる、そういう意味でありまして、今でもそれは強く強く思っております。世界を見習って共産主義を日本も非合法化禁止すべきだと思っております。はい、義務委員。憲法上の、思想信条の自由あるんですけども、これについてはいかがですか。はい、津田議員。暴力革命を起こしてですね、流血と暴力と殺人が不可避の暴力革命を目指す団体、レーニンも国家と革命の中で、共産主義革命には暴力と殺人が不可避である、このように述べております。そのような潜在的な犯罪者集団に、そのような思想信条を、認めるまで、日本国憲法は寛容ではないと思います。その証拠がいまだに日本共産党さんが公安監視対象であると、それが何よりも物語っておると思います。それから7月14日の本会議討論でもですね、日本共産党が、陰で何て言われているかご存知です。論より大声嫌がらせ、論より大声嫌がらせ、脊髄反射で口答え、脊髄反射で口答えなど、インターネットの掲示板のコメントなどを、引用しているんですけども、その意図、目的は何ですか。はい、草薙。脊髄反射で口答え、何よりもその通りであると思います。そもそもが内裏たすきで選挙違反をしたことを糾弾されたにもかかわらず、それをですね、司法の判断に任せであるとか、そのような言い逃れをし、論より大声嫌がらせ、5時間休憩してですね、その後に出た答弁がこちらの納得のいく答弁では全然なくですね、人を小馬鹿にしたような答弁なさってましたよね。我らのみならず職員さんの時間も5時間も無駄にしてましたよね。これが論より大声嫌がらせじゃなくて一体何なんでしょうか。委員長、はい、じゃあ次の、質問しますけども、このように私たちはね、懲罰動議を、かけたんですけども、今の楠沢氏のね、やっぱり言動を聞いていて、やっぱり委員会条例で、あるいは本会議場でそういう無礼な言葉、それから誹謗中傷ね、それから非常に挑発的です。こういう言動を、繰り返してるんですけども、その言葉を、改めて聞くんですけども、撤回する意思はありますか。はい、楠田委員。全くないです。表現が生っちょろいなと反省している時代であります。家畜奴隷にしてもですね、全くその通りなんですから、他に表現がしようがありません。とですね、いいとこ取りの卑怯卑劣とも言いましたけれども、例えばどうですか、署名議員に指名されて、名前を呼ばれて、議長に名前を呼ばれても、共産党議員さんは返事もしませんよね。それでいて議長に対しては挙手をして発言を求めると、これいいとこ取りの卑怯卑劣以外の何者なんでしょうか。返事もしない議会をバカにしている、議長をバカにしている共産党議員の皆様こそ懲罰にかけられるのがふさわしいと思いますけれども、質疑ですのでね、はい、質疑ですので、はい、また意見は後で述べますけども、とりあえず私の質疑はここで、とりあえず、はい、このほかいかがでしょうか。はい、小林議員、小林委員。じゃあ、僕から質問します。いろんな品位とかね、今回、懲罰そういう部分で、今回この場を立てたと思うんですけど、例えば殺すとかね、死ぬとか、死ぬやね、殺す、死ね、ここの中にはないですけど、例えばそういう殺すとか死ねとかっていう言葉っていうのは、例えばその逆に表現の自由がある中で、もし例えば発言するときにそういうものに対して例えば楠田さんの中でその意義があるかないかっていうとどういう感覚で思いますか。はい、楠田委員。質問の意味ももうちょっと詳しく。例えば、はい、小林委員。はい、委員長すみません。今回のこの懲罰委員会を立てる前にあたって。今回の内容っていうのがね、その、まあ、いわゆる先ほど冒頭でも言いましたけど、対極的なものではなくて、あくまでも品位とか、議員としての品位に対して、そのまあ、どう考えてるんだとかっていう方も結構いらっしゃったので、その品位の中でね、例えばその発言、もし議員が発言する、まあ、人が発言するじゃなくて誰でもいいんですけど、死ねとかね、もし殺すっていう表現に対して、口澤さんの中では、もしそういう表現を例えば誰かに言われたり、誰かにもしそれを言われたときには、それは品位がある言葉なのかないのかっていうのはどう感じますか。はい、つまり、私ネット上に私の悪口が2億個ぐらい転がってまして、死ね、靴沢死ねという言葉も1000万個ぐらい、転がっておりまして、私は慣れておるんですけれども、これそもそもが共産党さんの内裏tasking選挙違反、それについて5時間の休憩で職員さんと我々を苦しめた。どうして共産党さんはこんな人でなしのことできるのか、こういう説明をしたつもりであります。共産党さんがそういうことをできる理由というのを暴力革命を目指しているからだと。我々をいずれ搾取対象と思って馬鹿にしていくからだと。そういうことを丁寧に説明するにあたってふさわしい表現ではなかったかと思います。これは1951年練馬事件、警察官を撲殺し検事を強奪、1950年白鳥事件、札幌で警察官を射殺、田口事件、警察官を射殺と、そういう事件ありますけれども、当時の新聞ではもうちょっと表現がきつくですね、人面重心、鬼畜の所業という表現もありますよ。あとですね、あけぼの事件で地主一家が襲われた、棍棒でボコボコにされた12歳の姉がですね、自分も血だらけのまま弟の血を拭ってるのを見て、捜査員一同摂氏役ワンスという新聞の表現もありました。これ怒りで持ち上がる自分の手を押さえながら歯ぎしりして悔しがるっていう意味ですよね。私の使った表現はこれに比べたらぬるくぬるく生ぬるく表現足りなかったんじゃないかと今では思っているところであります。共産党さんの暴力革命の危険性を表現するにはふさわしい表現だったと今でも思っております。はい、小林委員。僕が質問したいのはそういうことじゃなくて、別に今回のこの一般質問で出た発言に対して言ってるわけではなくて、今楠田さんのところにメールが来ているその死ねとか、例えば殺せとか、もしそういうのを言われた時に楠田さんはその相手に対してその議員とかではなくて、その人として死ねとか殺せって来たものに対してお前も死ね、お前も殺すっていうふうに返しますかっていうことに対してはどう思いますかって言ってます。はい、つまり、私は議員であって多少の権力を持っている権力者でありますから、正当な批判は受けるべきだと思っております。まあ死んでしまえ、まあ、日常で、仲のいい人同士は使うと思います。権力者、批判を受け付けない権力者を独裁者っていうんですけれども、例えば、今、中国ですと、習近平はプーさんなんていうと、その人いなくなっちゃうみたいですよね。私はちょっとだけですけども、議員としての権力を持っておりますので、批判は受け付けます。はい、小林委員。ありがとうございます。もともとこの懲罰委員会ので、定時である17時15分を過ぎても議論が行われていた。で、当然のごとく、政府幹事長から行われているわけですから、関連する役職者の方は残ってますし、事務局の方も残業となったという事実があったんですが、このことについてはどのようにお考えですか。はい、津田議員。小堺議員間違っていると思います。議員には権力があります。その一つが休憩動議をして5時間職員さんを足止めする権力、それとですね、行政調査権といいまして、都市部の行政は議員の質問を拒否することができないという、そういう権力も持っております。さらにですね、私が制服幹事長会を開けと言った覚えはありません。私の発言によって制服幹事長会が開かれて、職員さんたちが少しの時間を無駄にしたのは申し訳ないですけれども、私の意図するところではありません。はい、小堺委員、権力持ってるか持ってないか、それぞれ、権力という意味合いがどのように感じているかと、いうことで、そこの試験を戦わせるつもりはありませんので、お聞きしておきます。ということで、政府幹事長会は私が招集したわけではないし、結果的にそうなったんであって、私の責任ではないということで、政府幹事長会、磯議長が招集をされたという部分ですよね。で、今回、一連のその動議の提出と、委員会の設置に向けてなんですけれど、我々はその、ルールにのっとって、動議の発議をして、でそれにのっとルールにのっとって、磯議長が差配をされて、我々は磯議長の差配に粛々と従ってこの委員会に出席し、今ここに臨んでいるわけなんですけれども、一連決議の、議決の仕方がおかしい。で、この委員会の委員の選任の仕方がおかしいということを、事務局の説明があったにもかかわらず再度されてますけれども、ということは最終的に、磯議長の差配に瑕疵があるということを沓澤さんは主張しているという理解でよろしいでしょうか。はい、沓澤委員。瑕疵はあると思いますけれども、この懲罰委員会と本会議で、多数決で決議されたものには私は従おうと思っています。ただですね、4種類ある懲罰のうちですね、議長の訓告、謝罪、3日間謹慎、除籍と、このうちですね、もし謝罪なんてことになったらば、私は絶対何もしませんので、その上の3日間謹慎にしていただきたいなと思っております。はい、小堺委員。改めて確認します。議長のこの議会の一連の運営に瑕疵があったということを沓澤さんは主張したいんですね。はい、沓澤委員。委員会上で15条に照らしてもいまだに瑕疵があると私は思っております。自公の業務の直接の利害関係だって、お二人は議員の業務やってるじゃないですか。それに直接関係あることじゃないですか。この懲罰動議は全くおかしいと思ってはおりますけれども、悪法も法なりという言葉もありまして、皆様が多数決で決めたことには従いたいと思っております。はい、小堺委員。先ほど来ちょっとうまくすり替えられてしまっているのかなと。だから私が聞きたいのは、議長が差配する今のこの豊島区議会の運営にあなたはしっかりと瑕疵があるということを言っているんですねということです。はい、小堺委員。先ほどから瑕疵があるって言ってるじゃないですか。気に入らないけれども、そこで決まったことには従いますよ。先ほどから言ってるじゃないですか。ということの面々を伺いました。その中で今も、そこについては基本的には非難であって、えげつないだけであって、無礼には当たらないんですよという本人からのご意見といただいたところでございます。今までもコロナ禍で、地方実証の中でやはりこの議員として先ほども議員としての権力を有してるんだよというところをおっしゃっておりますが、その議員としての品位の保持の中でも、無礼の言葉とか、それから、基本的にはそういうところについての取締議会の中でも、そういうところの品位を重んじなければならないというところに対しては、いまだ変わらず考えは、一切そこに対しては無礼に当たらないというふうに捉えていらっしゃいますか。はい、これはそもそもがですね、共産党さんの内閣による選挙違反で、どうしてこういうことをするんだと、議会の皆さんに説明するために発言したわけでありまして、議会の品位だとか、議員の品位だとかはですね、違法行為、選挙違反、議員の立場そのものを規定する重大な選挙違反に比べれば、何のことはないかと思います。さらにはですね、こういうわけで共産党さんは法律を無視したり軽視したりするのは平気なんですよ。その説明をしたんですから。で、そのえげつない実態を説明するためにえげつない言葉を使う、使わざるを得ないっていうんですかね、今でも適切な表現であったと思います。さらにはですね、共産党さんが犯罪行為をしているというのは、なんと志位和夫委員長も認めておる事実でありまして、篠原丈一郎さんというジャーナリストの方がいらっしゃるんですけれども、この方は筆坂秀夫参議院議員の離党とともに共産党を離れた方なんですけれども、以前ですね、7月15日に共産党結党99周年というのがイベントがありまして、先々月のことなんですけれども、そこでですね、志位和夫委員長が口を滑らせまして、党が世間に許されないような間違いはしていないって言っちゃったんですね。つまり小さな誤り、犯罪は犯している。その発言が世に出回ってないのは、それを聞いた共産党の事務局が桑鉄三前委員長の意向を受けてですね、削除に奔走したからであります。これは載せるなと、大手メディアを駆けずり回りまして、志位和夫委員長ですね、電話で桑鉄三前委員長に直々にめちゃくちゃ怒られたそうであります。なんで篠原丈一郎さんがこんなこと知っているかと言いますと、現場にいた記者から直接聞いたと、そう言っております。で、過去にたくさんの犯罪、殺人事件を犯しているわけなんですけれども、練馬事件、白鳥事件、田口事件、揚げ物事件とかですね、これを共産党さんにお聞きしますとですね、党の一部のはぐれ者、つまはじき者がやった犯行で我々は関係ない、こういうらしいんですけれども、篠原丈一郎さんによればこれも違う、党ぐるみやっていたことで、というのは東京共産党にお勤めになって、いた時にですね、上司の方がその犯罪の隠蔽に、加担したと。1950年に朝鮮戦争勃発しましたけれども、北朝鮮の援護のために日本国内で混乱を起こしなさいという命令が共産党さんから下りまして、で、1951年練馬事件、1952年白鳥事件、1952年田口事件、1952年横川第二次襲撃事件、などなど集中して1950年代に行われております。1956年にですね、共産党本部からそろそろおとなしくしなさい、命令が東京都共産党にも下りまして、篠原丈一郎さんの当時の上司がですね、細胞から拳銃などを集め山に埋めに行ったと酒の席で何度も何度も聞かされたそうであります。つまりですね、で、この上司、当時の上司はなんと志位和夫委員長の上司でもあった方、そんな方がですね、共産党にとってはぐれ者であるとかつまはじき者であるわけもなく、きっとですね、C 和夫委員長もこの話聞かされてたんじゃないかと篠原さんはおっしゃっておられますけれども、つまり1950年代のいろんな殺人事件や騒乱事件は共産党保守本流、共産党本部、その頃は宮本賢治委員長だったんでしょうか。その保守本流の共産党が党ぐるみ起こしたものであると、この人選、つまりかつての C 和夫委員長の上司が隠蔽工作をしに拳銃を山に行った、埋めに行ったという発言からも分かります通り、そんな人が党のつまはじきであるわけがないということなんですけれども、ですね、不破鉄三前委員長、今質問している内容についてはですね、いっぱい質問した内容について今ご自分がどういうふうにということで伺っているところであって、今補完するようなご説明のところもありますが、先ほど言ったこの内容、発言についてきちんと自分では話をしましたけれども、こういったその議会の秩序を乱して、不快な思いはですね、共産党個人じゃなくて聞いていた私もすごく嫌な感じに受けました。その不快な思いをさせてしまうっていう、そこはやっぱり無礼な文言を使うっていうことはあってはならないというふうに思うんですけれども、それに対してその、一つの政党や個人ではなくて区議会全体に、いろんな思いが波及したっていうことに対して楠沢議員はどのように思ってらっしゃるのか、私ちょっとお伺いしたいと思います。はい、楠沢議員。私そもそもですね、共産党さんの内裏たすきによる選挙違反がなければこんな無礼な発言はしてなかったんですけれども、自分では無礼とは思っておりません。適切な表現だと思っておりますけれども、で、星議員も二度とこんなことはないとおっしゃっておりましたけど、そんなの簡単であります。共産党さんが二度と豊島区内で選挙違反を起こさなければいいのであります。質問なんでしょうか。そういう発言に対して、別にその一つの政党じゃなくて、議会全体が非常に不快な思いをせざるを得ないということに対して、楠沢さん、どんなふうにお考えなのかなって思っています。皆さん、不快に思ってらっしゃるかもしれませんけれども、共産党さんの法律違反を止める方が先ではないでしょうか。優先されるべき事項ではないでしょうか。はい、はい、どうしてもですね、一つの政党さんの言動といいますか、そこにどうしても焦点が絞られてきてしまうんですけれども、改めて私はですね、地方自治法の132条のその趣旨があってですね、発言はもちろん自由なんですよ。だけれども、そこに品位の保持というのが地方自治法で歌ってるんですけれども、皆さん改めて、今お話、別に伺いましたけれども、理事に関係のないといいますかね、その地方公共団体に関係のない発言をして、その侮辱をするような言葉に至ったということに対して、何かそういう思いというのはどういうことなのか、お聞かせいただきたいと思います。はい、楠沢議員。私の質問のタイトルは「中立で公平な選挙のため」というものでありました。豊島区内で行われている選挙違反、内裏タスキンですね、これについて言うのはまるでもっともではないんでしょうか。私はですね、内裏タスキンがダメだという違法だ犯罪だの先のですね、どうして共産党さんはこういうことをやるんでしょうかというのをご説明、いたしました。ただそれだけであります。表題とですね、から外れた発言をしたつもりはありません。中立で公正な選挙のために共産党さんの内裏たすきの選挙違反を、止めなくてはならない、この一心で発言いたしました。はい、我が委員。本当に中立公正、みんなやっぱり給与されればそれを直してますし、そういう選挙活動をしています。それはもう楠沢さんの言うまでもなく、これは当たり前のことだというふうに思います。しかしその後の発言がですね、ちょっと公職選挙後ちょっと外していただいて、発言に対してやっぱり公然と批判をするだけではなく、無礼な言葉やそれから侮辱をするとか、そういったことはやっぱりあってはならないというふうに私は思うんですけれども、それに対して改めて楠沢さんはどう思っていらっしゃるのかお聞きして、私の質問でしたいと思います。はい、楠沢議員。無礼侮辱をした覚えはありません。正当な批判であります。共産党さんの本性を説明いたしまして、それについてえげつない表現が使われたことは、その本性がえげつないからであります。さらにですね、質問なんでしたね。今それでいいのって言われましたけれども、またこういう機会があったらば、私はまた同じことをすると思います。豊島区内での内裏たすきの選挙違反は厳しく糾弾してですね、私たちがやらないことをやっている、犯罪である。さらにですね、侮辱だ無礼だというんであれば、何もですね懲罰委員会なんか頼らずに司法に訴えればいいのであります。共産党さんは内裏たすきの是非は司法が判断するんだからつべこべ言うなというようなことを言っておられましたけれども、だったら私にも対しても侮辱だ名誉毀損だと思うんだったらば、司法に訴えればいいんではないでしょうか。これもなんかね、いいとこ取りの卑怯秘密そのものだと思います。はい、来ました。日本共産党さんが仮に政権を取ったら、富の平等を平等配分をする前に富の集約をしないといけないので、その富の集約をするときに、民主主義のでやってた人たちが反対する人たちもいるんだけども、その反対する人たちに対して暴力も辞さないというところがあるという、そういう、政党であるということで、この国家公安委員会でしたっけ、公安調査庁でしたっけ、それの対象になっている、公安監視対象になっているということを、簡単に分かりやすくこの、平易な言葉で述べたっていう、そういう意味と捉えたんですけども、そういう意味ですかね、この一般質問での単語についてはちょっと教えてください。はい、楠沢委員。その通りでございます。政府もですね、不親切であると、暴力革命を放棄していない、破防法に基づく公安監視対象であると正式な発表になってるんですけど、それだけでは分かりにくいですよね。共産党さんは革命を目指しており、革命が成功した暁には逆らう者はやられてしまうと、そういうふうに政府が説明してくれたら我々も分かりやすいですよね。そういう説明でありました。はい、来ました。委員長。だから、特に真新しいなんていうか材料で何か喋っているとかそういうことじゃなくって、一般の公安調査庁の常識としてそういう政府のスタンスとして日本共産党に対してはそういう認識を持っているという、それを分かりやすく世間の人たちに発信するためにこのような発言があったということだと思います。でもう一つの卑怯卑劣っていうところについては、僕はこの5月の23日の、共産党さんの演説会の時に内裏のたすきをやってて、それが東京都選管から特にたすきは政治活動として使っちゃダメですよっていうのを堂々とこうやってでそのやっている姿のツイッターをまだ消すこともなくですね、また、一部清水副幹事長さんのニュースには私がその、司会をやりましたみたいなですね、違法な写真とともにこう公然と広報されているということ自体は、やはりこれは法律について、軽視をされているんだなっていう、そういう観点から、この、表現とかまた言われていらっしゃる方向については全く私どもと一緒だと思うんですけども、やはりそういうことでこの卑怯だとか卑劣っていうのはそういう意味で発言をされたと思うんですけど、それでよろしいですか。はい、津田議員。いいとこ取りの卑怯卑劣と言いましたけれども、私を司法に訴えない、自分らは司法の判断はつべこべ言うなであるとかですね、議長の呼びかけには応えずに議長は呼ぶと、これもいいとこ取りの卑怯卑劣、まさしく適切な表現であったなと思っております。委員長。はい、山下委員。やはり今日の委員会の福沢さんの発言もずっと聞いてても、議員のなんていうかそういうことがあります。福沢さんに伺うんですけども、通常の懲罰という意味ではですね、こういうような重いところで懲罰委員会が開かれていると思うんですけれども、こういう事例とですね、福沢さんの今回の事例についてはどういう感想をお持ちなのか、ちょっとその辺の感想を伺えればと思います。はい、私に何か言い返してもやってもいいですよ、売り言葉に買い言葉で、乗ってしまったんだと思っております。要するに難癖の懲罰動議であると思っております。はい、木下委員。あとですね、やっぱり、議会での、会議または委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、または他人の生活にわたる言動をしてはならない。それから豊島区議会会議規則103条では、議員は議会の品位を重んじなければならない。こういう規定の定めがあるわけですよ。この点に照らして先ほどから若い人にはね、都市議員、それからもう無所属の議員からも質問がありましたけど、はっきり言ってまともに答えてないですよ、ね、私の、正当な発言だとかこういうしか答えてないんだけども、この地方自治法、無礼の言葉、それから議会の品を重んじなければならない。この点で福沢さんの発言はどうなんですかと、どういうふうに思いますかと、皆さんからね、質問されてるんですけど、まともに答えてないですよ。いかがですか、改めて聞きます。はい、福沢議員。先ほどからもまともに答えているつもりであります。共産党さんが豊島区内でですね、選挙違反しなければいいんですよ。そうすれば私も無礼な言葉を吐かなくていいのであります。これは全く関係なくないじゃないですか。原因そのものなんですから。違いますか。はい、議員。先ほどから何度も言ってるけども、委員会と本会議での委員の発言を今問題にしてるんだって。私たちは福沢さんのインターネット上の数々の発言、これを問題にしてるんじゃないんです。だからたすきの問題も同じなんです。これを問題にしてないんです。この無礼な言葉とね、議会の品位を福沢さんはどういうふうに受け止めてますかって質問してるんですよ。はい、福沢議員。ですね、共産党さんが違法行為が平気だ、全然割り切れる様子もない、四方に今判断するんだからつべこべ言うな、こうおっしゃったから共産党さんはなんで法律違反が平気なのか、こういう理由なんですいうことを説明するための表現が仮に無礼だったとしてもですね、私は今でも共産党さんがなんで違法行為をするか、その理由を説明するには適切な表現だったと思っております。はい、まあ何度聞いてもね、他の皆さんから聞いても同じような答弁しか、出ないんですよね。もう自分の無礼な発言ではない、正当な発言だとか、こういう、答弁しか返ってきませんので、もうこれについてはね、聞かないんですが、ただ、たすきの問題でもね、もう私、何度も話し上げてますけども、国会の答弁でも、警察庁の答弁でもね、一時的に選挙違反だと言えないと、最終的には司法の判断だと、こういう答弁なんです。それを一方的に豊島区議会で選挙違反だ選挙違反だと言って、区議会の中でああいう発言をするということは、まさにね、これは無礼な言葉に該当する。で、私たち、豊島区議団も、本当にね、慎重に議論しました。6月23日一般質問も起こった時に、私たちは休憩動議出したんですが、この休憩動議を認められなくて、その後政府幹事長会議をやったわけです。で、これで時間もうんと取りました、津田さん。それで一般質問終了後に、政府幹事長会やりました。その時に各会派から暴言、誹謗中傷、豊島区議会の品位が、問われている、削除と謝罪、ね、各会派から議事録を見て判断する、こういう発言があったんです。で、私たちは、共産党区議団はやっぱり政府幹事長会議の議論を踏まえて、本当に懲罰動議を提出するかどうか、本当に慎重に議論を行った。その結果、これは懲罰動議出すにあたっては、事犯者3日以内に提出しなければなりません。東京都議選の都議会議員選挙の告示日でもありました。私たちも本当に忙しい、もう日程がぎゅうぎゅう詰めであったんですけど、この問題、やっぱりね、豊島区議会の品位が、やっぱり貶められてる、大変重大な問題だと、そういうことで、動議を提出したわけなんです。で、政府幹事長会議でさまざまな議論がありました。ある党から、除名もあると。大変重いんだと、こういう発言が再三繰り返されました。で、その時私は、除名は念頭にありませんと、はっきり政府幹事長会議でも述べました。そういう経緯もあるんです。この時間は、質疑ですので、公職選挙の問題でだとか、こういう私の見解は述べることはもう、それでは次の審査の中でやりたいと思いますので、質疑はこれで私は終わります。はい。他の質疑が残りございましたらよろしいですか。はい、それでは、質疑を終わります。須田議員は退出願います。ありましたけども、それのようにですね、削除しようと思うさまざまなやり取り聞かせていただきました。また、政府委員長会の幹事長会においてもですね、もうすでにこの委員会立ち上げるかどうかというところからさまざまな話がありました。本日委員長を務めて松下私の幹事長からですね、政府幹事長会の時に、共産党さんからのですね、各議員さんから、自民党安倍政権についてのですね、さまざまな、批判、これについて、も指摘をさせていただいております。一般を示すとですね、違法無法を重ねた暴挙である、いや安倍政権の無法な態度である、これは平成31年第1回定例会の議部議員の一般質問の発言です。無制限の武力行使に道を開く、これは平成30年第4回定例会の渡辺議員の発言など、我々からすると事実誤認であったり、私たち自民党からすると非常に無礼であるというように感じる表現もこれまでに使われてきております。そうした中で私たちはこの発言に対していちいち懲罰であるとか、休憩を要求したりということはこれまで私の知る限りありません。これは共産党議員さんの考え方であって、選挙で区民に政策を訴えて選ばれてきた議員の発言であるからです。私たちは区民の負託を受けた議員の発言は大変重いと考えます。私たちも共産党さんの発言を見過ごすことができないと感じることも多々ありましたが、今までの発言に対して懲罰を求めることなどをしてこなかったのは、この議員の発言は重いということに尽きるからであります。こうした中で今回の委員会は、副座委員への懲罰を科すべきか、その上で懲罰が必要と判断したならば、先ほど木下委員からもありました議員の資格を奪い取る、除名という判断を行うこともできる非常に重い委員会であるということは、質疑の中でも確認しております。先ほども申し上げましたとおり、議員の発言は大変重いです。副座委員も、区民の皆様へ自分の政策などを訴えて当選されてきた上で、今、活動をされているわけです。先ほど申し述べましたが、共産党さん自身が、政権与党への批判をすでに展開しているわけであります。そのような中で、福沢議員が与党である共産党さんへの批判について発言をされました。確かに福沢議員ご本人からも、本会議場における一般、心情の弁明の際には、えげつない、本日もそういうようなことをおっしゃってました、えげつない発言であったということは申しておりました。しかしながら、区民から選ばれている議員となったものの、今回の発言について、これを懲罰にかけるかということについては、私はいかがなものかと思います。そういった中で、この無礼の言葉ということで、政府幹事長会に7月に配られたものを参考にさせていただいて、これ、判例なのでですね、いろんなケースバイケースなんですけれども、私はこれ、非常に参考に値すると思ったので、取り上げたいと思います。議員の発言が無礼の言葉であると言われるには、いろいろありますけれども、自己の意見を述べ、または他の議員等の意見を批判するについて必要な発言である限り、たとえその素地が痛烈であって、これがために、他の議員との正常な感情を反発しても、それは議員に許された言論によって生ずるやむを得ない結果であって、これをもって議員が同時に言う無礼の言葉を用いたと返すことができない、こういうような判例が出て、先ほど申し上げた判例はケースバイケースです。ですけれども、私はこれ、非常に参考になると思います。無礼の発言というのはこういうものかな。というふうに考えます。今回、共産党さんと立憲豊島さんの3名のうち2名の方から議会での無礼な発言についての懲罰動議が提出され、本日2回目の委員会が開かれております。我々先ほど申し上げましたとおり、今まで共産党さんから自民党政権に対しての発言については無礼であると感じることは多々ありました。今回の一件で共産党さんも今後の発言について今一度注意し、襟を正していただけるのではないかと期待をしております。また、こうした議員による発言についての懲罰というものは、区民のための議会というより、議員のための議会と区民の方から思われてしまうのではないかなという危惧があります。他の自治体であるような懲罰をやり合うような、こういったことがないような形で、今後は議会を進めていく、そういう方向が正しいのではないかなというふうに思います。私の意見を。はい、竹下委員。自民党から池田議員も発言させていただきましたが、私としては一言付け加えさせていただきたいのは、先ほど議部委員からですね、たすきの件と今回の懲罰委員会は別物だというご発言がございました。たすきは場外というか、議会内で行われてきたことというご発言がございましたが、これは全く議部議員の意見については、私は反対をさせていただきます。そもそもこの沓川議員の一般質問の発言に至った背景は、5月25日の議員協議会の中において指摘された日本共産党公認の都議会議員候補予定者が個人名入りのたすきをかけて屋外で街頭演説を行っていたことから始まったと思っています。日本共産党の見解では、これが公職選挙法違反かどうかは司法の判断によるものとして、謝罪や SNS からの写真の削除を行っていないというところからもそうでありますが、東京都選挙管理委員会からは都議選立候補予定の政党へ今回通達した文章の中で、政治活動、選挙期間内の活動において個人名入りのたすきを着用してはならないということがちゃんと明記してございます。そして実際に個人名の内裏たすきを着用して政治活動を行っていたのは、日本共産党さんの候補予定者だけであったというふうに私は記憶しています。そこを見た区民の皆さんがこれはいかがなものかということで、区議会議員にそれを投げかけ、それで全協で共産党さんに質問をしたということがきっかけとなったわけでございますので、これは全く、街頭演説で内裏のたすきをしていたことが発端となって、今回の沓川議員の質問に至ったということは間違いないことでありまして、政府幹事長会でも、その事前通告があった中で全協で公明党さんから発言があったということを私は記憶しておりますので、これとこの件と今回の懲罰委員会は全く無関係ということの発言は私は間違っているというふうに思っています。そういった中で、先ほどから申し上げていますように、47年間開かれていなかったこの懲罰委員会の重み、そして憲法で保障された言論の自由に対してグレーという、なんていうの、主観的な感覚で、議会内でここまではいいとか悪いとか言葉のルールを作るべきだとかいうことについては、私はその、一線を引くことは大変難しいのではないか、そしてそれを決めることがこの懲罰委員会であるということについては大変重く受け止めておりますので、ここについても無理があるのではないかというふうに思っています。また、私たちもそうです、沓川氏もそうですが、沓川議員もそうですが、区民の信託を受けて、議員になっているわけですから、言論の制限を私たち議会側が、それぞれ行うということについても、私はそこに疑問を感じている一人でもありますので、今回懲罰委員会のかけるかどうか、懲罰をカットするのか否とするのかということでございますが、結論から申し上げますと、我々は懲罰については否決とさせていただきたいというのが自民党としての意見でございます。以上です。